きを行いましょう。我が覚悟、お見せしよう。あ、包囲網収束していたんですね。気が利きませんでした。足利さんを残しておいて正解です。地獄の内政ターンをしないで済みますので。いつもはヒーヒー言ってたのに今回は余裕じゃないですか。志果たさずして賞は終えられぬな。今回は兵を抑えての出兵で包囲網対策を万全にやっていますからね。我が領内に敵が迫っております。ただこういう感じで包囲網初っ端は結構攻めてくるので面倒くさいだけですね。いざ参るぞ。進め。まあこんな感じでいいかなと思います。と一は強行30日。北条の方は強行28日。志果たさずして賞は終えられぬな。我が領内に敵が迫っております。この勝利毘沙門天に捧げる。石山ごぼうは落としましたのでこれはかなり有利になりますね。一応ごぼうに武将を入れておきます。行くぞ。謙信さんは三好を蹴散らしつつ防衛に向かわせようかなと思っています。出陣する。そろそろクライマックス感が出てきましたね。この戦こっちはもらったぞ。そうですね、だいぶ新薬もできているので良い感じになってきたと思います。この辺からは今までのパート見てもらえればほぼおさらいになりますので、解説は少なめでサクサク編集を終わらせていきますので考えながら見てもらえればと思います。よしろ、いただいておくぞ。かたじけない。行くとするか。進め。成政さんの方に来てくれるのは助かります。勝ち馬から負け馬に乗り換えるとか頭の悪い武将ですね。許されざる者、滅びるがよい。謙信さんはマラソンで取った感じになりましたね。参るぞ。全日で戦争になるということはそのまま次の目的地入れておいて大丈夫そうですね。それは松永が足踏みしなきゃですよね。 AI が足踏みなんかしないんじゃないの。我が義を示す。我らの勝ちのよう。成政さんもランニングで頑張ってくれましたね。かたじけない。ではサクサク行きます。行くとするか。いざ参ろうか。足踏みしたんじゃないですか。マジか。
報告いたします。先月の収支です。ご命令を。参るぞ。本当に足踏みしてやがる。一歩後退するしかないですね。出陣する。参るぞ。出陣する。取引を行いましょう。成政さんはもうここまでの兵も必要ないので、部分入場させ兵を減らし労用消費を抑えます。待て。城に頼るようだ。戦には勝てるぞと一も落とせました。行くぞ。出陣する。三好寄ってこないな。貴様の部では我らは止められぬ。かたじけない。手を打ちましょう。出陣する。北条は慶喜に任せて、成政は頑張りすぎているので休暇を与えます。やっと寄ってきたか。弱き者、汝は義を知らぬ者。参るぞ。出陣する。この辺はお城も部隊もごちゃごちゃしすぎで分かりにくいな。積み重ねた年の行為。包囲70日。敵が我が領内に向かっております。ちょ、めんどくさいな。1万1000返すことは簡単だけど、これ返すと防衛する兵が足りなくなる。ですが返さないと有岡取られてしまうので返しますか。出陣する。かかれ。撃って出てきたか。いいぞいいぞ。勝ったのはいいが全然足りないんですが。信玄さんをここに入場させます。もう信玄以外部隊がいないので。どこのお城かわからないですが、とりあえず籠城しておきます。北条ももう諦めモードですね。野戦に少ない兵で出てきますし。勝ち続けるのみ。強行14日。この城狙い受ける。一瞬で終わりましたね。キリちゃん、北条のお城取ったんですか。すごい。大金星あげましたね。本当にすごいです。大金星2個あげてますし。攻め込まれているお城が分かったので援軍を出します。報告いたします。先月の収支です。これより表情を執り行う。
これにて表情は終わりだ。今回の表情もポイント温存のために取らないでおきます。ご命令を。